どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。メインミッションの前にね、なんかサブっぽいやつがここにあるので、それを片付けてからメインの方に行きたいと思います。どんなミッションなんでしょうか。なんか素敵な車が止まってますね。これはまだ持ってないな。かっこいい。ねえ、助けて。はい、何でしょう。お願い、助けて。他に誰も頼れないの。私は地下、すぐ先のバリオデルプリンシペに住んでる。今レコステが来てるの。芸術家だなんて言ってるけど、あいつは化け物。溶かした金属を人間にかけて彫刻を作ってるの。ひどいな。あいつはカスティロが手配した用心棒を連れて村々を巡っては次の餌食をさらってる。お願いゲリラ、あいつをぶっ殺して友達を助けて。オッケー、やりましょう。行ってちょうだい、クソ野郎を止めて。よし、じゃあクソ野郎をやっつけに行きましょう。ん？近くに敵がいますね。あ、結構近いね。おお、なんだなんだ。あ、焚き火。これに乗っていきましょうか。おお、いい音。かっこいいな。こっちはいけないか。待って、情報くれる人が。はい、話してちょうだい。ダニー、奇襲を計画してるんだけど、リベルタード切ってのその凄腕を生かしてみない？どうもありがとう。拠点ですか。ありがとう。ここですね。かっこいいな、ほんとこれ。音もいいし。よし、どうしようかな。注意して進もう。ちょっとここに上がってみよう。特殊部隊だって。特殊部隊、あそこにもいますね。にもいる。強いやつばっかりじゃん。おっと、ちょっと待ってね。武器を変えよう。突撃系になっちゃってるよね、もうこれは。
弓にして、これはスナイパーでいきましょう。あ、外した。あ、ダメだ。ちょっと待ってよ。これ貫通するでしょ。あ、ダメだった。よし。いいね。仕留めた。よし。ん？発見された？あ、発見されちゃったな。PRG 持ってるの？ PRG って何？ RPG ね。あ、硬いな。特殊部隊か。硬い。クソ野郎は死んだそうです。行きましょう。はい、とりあえずこれで。チカ、レコステは死んだ。奴が作る像を見ることはもうないだろうね。死んだの？そう、もういない。ありがとう、ダニー。実はレコステは夫だったの。え？あんな野郎と結婚してたの？彼の彫刻は美しいと思ってた。苦痛を見事に表現していて、彼が仕事をするところを見るのが大好きだった。自分まで狙われてるって知るまではね。あんたも同じくらいどうかしてる。さよならダニー、あなたの仕事ぶりも楽しませてもらったわ。まあいろんな人いますよね。いろんな恋愛あってもおかしくないけど。さあフィリーのミッション行きましょう。エアドロップで。なんかもうなんだっけ、あれハンドルとエスパーダのミッション出てこないですね。多分フィリーのミッション全部片付けたら出てくるのかな。どうなんだろう。ちょっと待って、表示させないとどこにあるのか分かんないもんね。あれ？あ、表示はしてるみたい。ちょっと待って。あー、向こう反対側だったな。あー、危ない。電柱にぶつかった。いや、見えないでしょあれじゃ。木が邪魔で
見えなかったよ、電柱が。あ、ここですね。スリーストライク、お前は死刑だ。敵がいっぱいいるけど。次のバッターはアウトキャスト3401、農園から出てきたばかりの強打者だ。勇敢なるヤラ兵チーム32点、対するアウトキャストは0点。ここで流れが変わるか。これは何、全滅させればいいの。一人ぐらいじゃない？こいつか。あ、まだいるな。スナイパーか。かわいそうに。みんな。大丈夫か。本当にありがとう。他のアウトキャストみたいにここで死ぬかと思った。あ、ん？もういいの？これ。これっていうか、ここフィルのところ？フィルって誰だ？フィリーね。あ、なんかいろいろあるね。じゃあ次の目標へ行きましょうか。そうだ、そういえばね、フィリーが戦闘機を見つけてほしいって言ってましたよね。すっかり忘れてた。なので、まあどっちか、戦闘機がある場所、僕が前回ね言ってた場所とは違いますね。あそこも一応空港なんですけどね。さあ、敵多分いると思うんでね。なんか、あ、近、危ない。あ、なかなかまだ慣れないな。スナイパーがいますね。卑怯な。やつら本気だね。あ、いて。よし。ありましたよ。これもらっていきましょうか。本拠をフィリーの元に持ち帰ろう。よし、行こう。で、目標はマップに表示されてるかな。あ、ここ OK。 じゃあ向かいましょう。反対ですね。飛行機ね、なかなか操作が難しいんですよね。
ケット。あとは？ああ、ロケットか。これです。いや、戦闘機同士の戦いになったら難しそうだな。てか着陸もしないといけないんですよね、これ。大丈夫かな。したことないんだけど。あ、ここだ。いけるかな。なんとか着陸できましたね。いやー見事だ。フェリーマジックを見せてやるぞ。またキャンプで。閉まってる。あ、フィリーいましたね。フィリー。ダニー、コサについての情報が入った。平常心を失いつつあるみたい。事態がさらにヤバくなるってこと？最高だね。とにかく手を緩めないで。モンテロの農園へ戻るから、やれることを探すよ。何かやれることが必ずあるはず。都会っ子が農場で。まあ行ってみてみるよ。ダニー、キャンプに戻って。どうしたの？次の手を考えないと。わかった、後でね、ヘスパーだ。はい、表示されましたね、ヘスパーだのミッションが。結構あれだね、一つのエリアでミッションがね、いっぱいだね。なんか結構楽しめそうですね。探索しすぎてね、武器いっぱいもうほとんど手に入れてますけどね。まだ他のとこ全然行ってないけど。はい、まあとりあえずですね、今回この辺にしましょう。いつもね、あの動画が結構長いんですけど、自分的にはね、2、30分で1本のペースにしたいんですよね。結構長く1本撮るとね、本数がやっぱり少なくなっちゃうんですよね。で、毎日上げるのもね、きついんですよね。はい。まあね、あの、コメントでも動画が長くて嬉しいっていう風に言ってくれてね、とても僕もありがたいんですけどね。ありがたいお言葉なんですけど、多分、はい、これからはもう少し短くなると思います。それでもね、よかったら見てください。それではお疲れ様でした。バイバイ。